はい、皆さんどうも橋本でございます。今日はういろうりを使った検証企画をお送りします。ういろうりの本文は滑舌練習でよく用いられる教材として知られているんですけれども、まあ、特にアナウンサーを目指すのであればもう下げては通れないのがこのういろうりです。で、私も今からこれを読んでいくんですけれども、ただ読むだけでは面白くありません。そこで今回は炭酸飲料を使います。この炭酸飲料を飲んだ直後にういろうりを読んだらどこまで読めるかを今から検証していきたいと思います。では今から飲んでいきます。で、まあ、こんなことはないかもしれませんけれども、ゲップが出てしまった瞬間にこの動画は即終了です。ここでご覧の皆様にお願いなんですけれども、この動画の残り時間でオチやエンディングが分かってしまうことを避けるために、どこで終わるかが分からないようになっています。決して編集ミスではありませんので、その点はご了承ください。それではいただきます。さあ、これから読んでいきたいと思います。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、曹州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋東右衛門、ただいまは停発いたして遠斎と名乗りまする。岩町より大坪森までお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ういろうという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、持ちゆるときは一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝よりトウチンコウと賜る。すなわち文字にはいただきすく匂いと書いてトウチンコウと申す。ただいまはこの薬ことのほか世上に広まり、方々に偽看板をいだし、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろに申せども、ひらがなをもってういろうと記せしは親方遠斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か唐の沢へ当時においでなさるるか、または伊勢御三宮の折からは必ず角違いなされまするな。お上りならば右の方、お下りなれば左側、八方が八つ胸、表が三つ胸、玉堂作り、破風には菊に霧の塔の御紋をお斜面あって、経図正しき薬でござる。いや、最前より加盟の自慢ばかり申してもご存じない方には、昇進の胡椒の丸飲み、白川与船、さらば一流食べかけて、その気味合いをお目にかけましょう。まずこの薬をかように一流舌の上に乗せまして、腹内へ納めますると、いやどうも言えぬは、